OK、SR ってこれぐらいの性能がいいよな。うん、強すぎると本当に、なんかワールドウォー2みたいなぬるゲースナイパーライフになっちゃうから、これぐらいの多分バランスがちょうどいいと思うんですけど。はい、どうも、ジャンヌダルクです。というわけで、今回は、コールオブデューティーワールドウォー2の方に新武器としてこちら、で、リーズルカービンが追加されたということで、早速実況プレイの方やっていきたいと思います。こちらの銃、まあ、説明文の通り、サプレッサー内蔵で、銅より上ならワンショットワンキルが、可能なボルトアクションスナイパーライフルということで、まあ、当時この銃本当にあったのかっていうと、まあ、実際にある銃で、これのちょっと似たモデルが、BF1 にもあります。まあ、そういった形でちょっと似たようなというか、親戚的なね、シリーズが、まあ、第一次世界大戦でも使われてたんですけども、こちらで、リーズルカービン、非常にま、優れてるというか、サプレッサーのこの使用性がすごい良かったらしくて、この銃自体はイギリスで製作された銃なんですけども、アメリカでもこの消音性が認められて、第二次世界大戦後、まあ、この銃の改良型というか、試作型をいろいろと試してたみたいです。まあ、それぐらいね、ちょっと注目された消音性のスナイパーライフルなんですけども、まあ、変わってる点はそれ以外もありまして、マガジンがこれ、ほら、見てもらったらわかるように、ハンドガンのマガジンを使ってるんですよね。で、使ってるマガジンがこちらの、45CP 弾を打ち出してる1911、コルトガバメントですね。こちらのマガジンを、こちらのデ・リーズルカービンの方にも使用してるというか、互換があるということで、もう本当にこう戦場でバンバンバンって撃ってて、ああ、ちょっと弾なくなった、弾貸してって言ってガチャコンってこう差し込めてたらしいんですよ。まあ、当時1911が結構戦場では使われてたサブ武器なので、弾の形態を少しでも補うために、こちらが開発されたと言われております。で、こちらの、まあ、信用性があるサプレッサー内蔵型のスナイパーライフル、コールオブデューティーでなんと、初と言いたいところなんですけども、コールオブデューティーゴーストってガチで存在がゴーストになったゲームがあるんですけども、そちらの VKS、あちらがね、多分コールオブデューティー初の、まあ、使用性というか内蔵サプレッサーなので、まあ、コッド初ではないんですけども、まあ、ちょっとセミオートではなくて、ボルトアクションなんで、そこそこ威力もあるみたいですし、何よりこちら、威力8なのに、レートが3っていうね、うん、弱点がないんですよ。ほら、レバーアクションが威力7の連射3じゃないですか。で、リーズルカビンは、8の3なんですよ。なんで高いのっていう。38式よりもレートが速い謎な、感じの銃なんですけども、銃声の方が非常に気持ち悪くて、あんまり、ツイッターの評価はよくありません。はい。そういったところ、まあ、威力だとか性能はいいんだけども、まあ、ちょっと銃声だとか、ちょっとフォルムが嫌いだよっていう方が多いみたいなんで、ちょっと好みが分かれるところではありますが、早速使っていきたいと思います。それではやっていきましょう。今回完璧初見なんで、ノーアタッチメントで運用していきます。まあ、とりあえず性能だとか射撃場で試したところは、まあ、悪くはないとは思うんだけど、果たして公開マッチの方ではどうなんでしょうか。サプレッサー内蔵って書いてあるから、ちょっと反射が起きやすそうなイメージなんだけど、一応威力だとか、その射程距離っていうのは、全然悪くないんだよね。そういったところ、本当にこうデメリットが見つからない武器なんだけども、どうなんだろうか。はい。というわけでこちら三角長押しはこういった形で、左見て右見てって形ですね。顔出せ。いや、2 in 1!さあ、しっかりと覗きながら、速攻です。ナイスヘッドショット、お返しです。速攻です。いいね。レート早いから悪くないんじゃない？あ、悪くない、悪くない。全然いける、全然いける。強いかどうかまだちょっと、わかんないけども、全然普通のスナイパーライフル。反射とかいらない。ない。ない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 。しかも、結構レート効くし。いいんじゃねえのこれ。どこいいんだろう。なんでそういう時だけ来んの？危ない。ナイス。で、UAV 出して、ちょっとセンターの方に出戻りしていきましょう。危ない。危機一発。顔出して来るから、抜くんです。うまいねー。待て、これ手前いんな。1911、この互換性のある間が、陣で、やっていきたいんですけども。だから弾数がさ、結構多いんだよね。速攻で、速攻です。速攻です。オッケー。これが使用性バッチリなんですよ。この窓越しから覗く感じ。あー、やらしい。ゴーストの最大ですよ。速攻です。かわせ。あといんね。速攻です。ダメですね。かわせ、かわせ、かわせ。速攻なんです。エロい！エロすぎるピッ！最近エロいって言ったら、まあ、最近ちょっとエロゲやってるんですけども、なんか、エロゲの、あ、待って、味方ごめん、スルーしちゃった。サプレッサーついてるから俺のこと無視するんだよね、敵が。最近ちょっとエロゲやってるんですけども、まあ、エロゲがちょっとバッドエンドシリーズものでして、まあ、妹ものなんですよ、基本は。メインヒロインは妹なんだけども、まあ、幼馴染とか、まあ、いろんな、まあ、王道な子たちはいるんですよ。で、その中で、メインは妹で、まあ、結構寝取られが多いんですよ。うん。ほんまになんかもう屈辱的。まあちょっとあんまり放送 NG ワードに引っかかっちゃうんで、あんまり詳しいことは言えないんだけど、まあとりあえずまあ寝取られが多かったりだとか、屈辱系、とりあえず。うん。まあ基本的にバッドエンドルートで、まあ結ばれなかったりだとか、本番やらせてもらえなかったりだとかっていう形で、まあ基本的に本番がないんですよ。あったとしても自分以外の男たちと本番をやってるみたいな。そんな形であんま報われないんですけど、そのゲームを全クリしたら、
あのエクストラルールドっていうのが解禁されて、なんか急に出れてくれるみたいな、甘えてくれる的な感じで、で最終的に血がつながってないっていう裏設定に行ったりとかして、あれは久々にね一度で二度楽しめましたね。うん、だから噛めば噛むほど味が広がるみたいな、そんな感じ。どういったあいつ、地球11のこの力、オッケー、敵逆スイムでよかった。まあそういう超どうでもいい話は置いておいて、こっちから回り回って、これちょっと S されて打開できるか、手前いる、ナイス味方カバーで、ディーゼルカービィナイス、後ろいる、そこです、オッケー、いた、こんにちは、ガンミ強っ。だから普通にさ、これスナイパーライフルとして有能なんだよね。こっちのちょっとやらしいさ端っこポジからちょっと行こうか。はっ、やばそう、ちょっとなんかご飯押されちゃってパッとしなかったんですけども、まあ前半はねすごいいい感じでルート抑えられたんで良かったんじゃないかなと。ちょっとじゃあ次アタッチメントつけてやってみましょうか。それではお次、アタッチメントの方が全部解放されたということで、フルカスタマイズのラピッドファイヤー角間が弾道 CPU FMJ、 こちら4点でちょっとやっていこうかなと思います。先ほどはちょっとノーアタッチメントで運用してたんですけど、今回はしっかりとラピッドファイヤー角間がをつけてきたということで、果たしてどんな性能になるんでしょうか。ただでさえね、レートの方が結構効く SR だったので、どれぐらい化けるのかが非常に楽しみなところですが、こちらですね。はい。角間が付きで何発なんだろう。もともとこの銃が、マックス11発らしいんだけど、15発だね。まあ、ゲームの世界だから多少はねって感じだと思うんだけど、まあ、そういったところちょっと寄せてきているのかなっていう感じではありますが、いないね。おい、リスポーン判定したんじゃね、早速。大丈夫？味方か。え？味方？なんで？味方。いた、そこです、あずした、二人しかいねえ、闇のゲームだ。どれでおかしいと思ったわ。こんだけディスポン変えられたら把握できへんわ、敵の位置が。奥、そこです、オッケー、ナイス、1キル。敵どこにおんの、あーそこか、やっぱりあそこにいるのか。あ、手前いたよ、手前いたよ。そいつはちょっと STG でさばかせていただいて、ちょっと SR で決め込みますか。この車両からチラチラチラってこう、いやらしく、チラ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 、は、敵いなくね、あ、いた、お前タイミング GG すぎ、1キル、は、なんで迷うの、あー人増えてきたよ、意味がわかんねえこのゲーム、人が減っては増えての繰り返しかよ、把握が、人数把握が全くわかんなかった。2人だけかと思ったからリスポン把握してなかったけど、人数が減ったりとか増えたりすると本当に把握が変わってくるからやめてほしいの。いるね、1キル、この超いやらしいポジションで、速攻です、オッケー、この超いやらしい、この端っこポジ、この端っこポジからの進軍ですよ。手前にね、1キルで、奥にまだいるから、速攻です、で、あそこに盾がいるからその肩を抜くんです、かわせ、速攻です、この階段の上からの狙撃いきますか。ここもちょっといやらしいポジなんですよね、こうやってここもこうやってしっかりとクリアに見えるからでかいんですけども、おい、かわせ、いたね、そこです、ナイスポージー。だから弾数、角間がいらないね、もともとデフォルトで10発入ってるからそんなに必要じゃないのかなと。こっちから回り回ってさ、今は、え、鼻水出たわ、よいしょ、1キル、ナイスヘッドショット、いいね、使いやすい、超で、この武器なんかめちゃめちゃ強いと思ったんだけど、どうやらエイムアシストがないらしくて、なんかツイッターではエイムアシストがないから、まあちょうどいいぐらいの武器なんじゃないかなとは言われてるんだけども、あんまり関係ないよね。正直だって BO3 とか全部 SR エイムアシストなかったじゃん。まあなんか RSA とか後半辺追加されたやつはあれだったんだけど、他のやつは全然エイムアシストがなかったんで、まあ BO3 SR 使いこなせて、出た人からすれば全然お手の物だよね。わけ、 SR ってこれぐらいの性能がいいよな。うん、強すぎると本当になんかワールドウォー2みたいなヌルゲースナイパーライフルになっちゃうから、これぐらいの多分バランスがちょうどいいと思うんですけど、けど強えなこれ、レートがめちゃめちゃ速いのにサプレッサー内蔵、しかも弾がデフォルト10発で、角間がつけたら15発ってやばない、マジで。もう悪いとこないじゃん、おい、悪いとこあったわ、反射威力がね、他の M1903 と比べて少ないのかなってところで反射が多いんですけども、しっかりと近距離中距離であれば問題ないのかなと思います。あれ、速攻です、反証、すいません、許してください、反証多すぎんご、うんご、百式あったわ、これで勝つる、こんにちは、1キルからの流れるように2キル目、いや、コッキングしなかったからミスなんです、速攻なんです、オッケー、こっち詰めてこない、で多分1バレしてるからあいつが多分来ると思うんだよね、それをしっかりと丁寧にさばいていくんです、オッケー、こっち顔出さないな、あー、その手前から来るのはナッシング。オッケー。さあ、角落としていきましょい。さよなら。はっ、盾お前、絶対許さへん。あたい絶対許さへん。あれ、どこ行ったやつ、あー、やばい。GG。これにちょっとまた便乗して、行くんです。オッケー。あそこで湧いてる。だからサプレッサーだから気づかれてないんですよ。いいねー。速攻です。
そのロング距離、これは多分反射になるからシモノフ先輩でしっかりとロング距離見定めていきたいんですけども、ちょっと待て、その奥、その奥、オッケー、待って2人目無理、2人目無理、もう縦がクソすぎる。おい待って、手前いる、お前まずコンカッション当てるじゃん、からのこれです、お疲れ様です、さようなら。さあこっちから行って縦、縦、てめえ絶対許さへんからな、ほっ、よいしょ、 OK、 Z 系拾って後ろから湧いてくる、ナイス。はい、そういった形で性能も良し、サプレッサー内蔵で、ちょっと他のSRと違った、ゴーストサプレッサーが実現できるということで、まあ、非常に強力な新武器なんじゃないかなと思います。通知が届くようにチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ふっ、よいしょ、あいつはスナイパーライフル、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 出会ったらゴールゲッチュー、あんな言えるお前、あれ完全に出せない、出せないのか、いや希望こい、フラグオンラインはからの後ろ下がれ、お倒した、池田やった、これ何、何これ何、スパイダー雲の皮、あっとしてください、止めろー、何のキーが動かない、駐車止め、おーしゃ、マジで嘘、お前が、お前が、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールでマジで嘘やろ、え、違う違う違う、マジで、わざとちゃうやん、マジか、全然見えへん、全然見えへん。